って移動しながら当てられるようになりたいね。エイム力が上達したと感じたタイミングはいつくらいですかっていう。どうなんですか、タスクさん。俺はね、11年くらい前かな、カウンターストライクオンラインっていう SS をプレイしていた時なんだけど。すげえ昔話が始まったな。打ち方の意識を変えたんだよね。とあるタイミングで。単発打ち、タップ打ちするように心がけたっていうシンプルなもんなんだけど、それまでの打ち方って、打ちながらエイムを的に合わせてた。基本どの距離でもフルオートだったしね。じゃあその単発打ち心がけて何が変わったっていうと、まあ、しっかりクロスヘアを相手に置いてから打ち始めるようになったっていうのがでかいかな。まあ、それをきっかけに武器の扱い方とかフリックの速さ、ヘッドラインを意識して、まあ、キルタイムをとにかく早めるっていうのが成長していった気がする。単発打ちで打つってことはさ、打ちながら敵にエイム合わせてたら当たんないからね。タップ打ちを意識するようになってから、クリックが硬い安物のマウス、これじゃダメだなっていうのに気づいて、このタイミングでデバイスはいいもの使わないと実力が伸びないなっていうのを、まあ、理解したかな。環境によって成長を邪魔されてる状態だね、言っちゃえば。エベックス初めてプレイした時、まあ、つまずいたのが OEM。 今までやってきた FPS、 ウォーロック、カウンターストライク、ペーパーマン、クロスファイア、チームフォートレス、まあ、どれも OEM よりもリコイルとかフリックの速さっていうのが大事だったから、まあ、OEM 慣れてなかったね。なんか出会ったところで決着がつくようなゲームだったからな。そうそうそう、まあ、OEM した FPS ってクエイクくらいじゃないかな。ちょっと前すごい少しだけやった なんだっけ、ハイパースケープ。あ、そう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 、あれもはもう OEM ゲームだったよね。クエイクもあれと似たような感じなんだよ、確かに。どういう練習してたかっていうと、とりあえずフリックの速さが大事だったから。ああ、でもエーペックスのボット打ちってほんとクソだと思うわ。ランダム湧きがないから、もう、この位置にボットは蘇生するぞっていうのを分かっちゃってるから、その意識がほんとに邪魔。でも無意識のうちにこの位置に来るぞってのは分かってるから、エイム練習になんない。ただ温めることしかできない。エイムの向上が、多分、途中、もう、ある程度のラインで止まっちゃうと思うわ。うん。ボット動かしてもそう。なんか効率悪いし、ボット動かすのに一手間かかるって終わってるだろうと思う。エイムラボをするときは、俺はヘムロックのバーストのテンポでフリック練習してる。待って、これ。ほぼ的が動かないし。エーペックスの練習と他の FPS のでタクティカル系の FPS の練習の方法って違うのかな。